はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回は S ランク野手追加について動画を撮っていきたいと思います。ということでございまして、ちょっとですねこの追加正直忘れかけてた。洗濯機役所付きの4周年記念福袋でですね、同じ日に登場していたんですけれども、まあ、その福袋の動画ね、無課金アカウントメインアカウント両方引いたり等々でね、いろいろ動画撮れなかったりとか、あとはワールドスターがね、昨日登場したというところではさらに影がね薄くなってしまったこの野手追加だったんですけれども、まあ、今回はねこの野手追加についてしっかり動画を作っていきたいと思います。ということで今回のラインナップとしてはこんな感じでございまして、まずはですねいつも通り12名の能力解説からやっていきます。でその後戦力強化スカウトの方ですね、今回30連あの選手を狙って引いていきたいと思いますので、まあ、ぜひですね最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まあねこのガチャ画面に来ると今はねワールドスターの誘惑があるわけなんですけれどもね、一旦こっちはスルーをしましてプレミアムの方を見ていきたいと思います。まあ今回のラインナップに関しては12球団目線ではですね、まあ3から4選手ぐらいがまあまあ12球団オーダーでも入ってくるかなっていう感じではあるんですけれども、ただですねやっぱり純正ユーザーにとっては本当に各球団必須レベルの選手が非常に揃っているなという印象です。ということで一人ずつ見ていきましょう。まずは西武メヒア選手でございます。はい、このメヒア選手ですね、パワーがシリーズ1から比べましプラス1アップになりました。というところで、称号でパワー A というところがですねまた再び狙えるようになりました。前回のシリーズ1ねちょっとそこができなくなっていたというところでかなりね、まあ、評価的にも低いかなと思っていたんですが、そこの復活は非常に大きいと思います。あとは特殊能力の変更かなが、大きなところかなと思います。超パワー比チャンス回対左、この3つ持ちになっております。まあちょっとメヒア選手に関してはね今年で契約が、おそらく切れると思うんですけれども、果たして来シーズンの、契約はどうなるのかなというところです。続きましてソフトバンク牧原選手でございます。はい、この牧原選手はですねミートとパワーがそれぞれシリーズ1から比べてダウンしてしまいました。ミートがマイナス5、パワーがマイナス2っていう査定だったかなと思います。でただ総力に関してはプラス2でアップになりましたので、総力 A っていうのがね称号試合では一応狙える形になってます。あとは守備適性的にはセンターがですね、適性大幅アップしました、B になりましたので限界突破0でいけるよというね査定になりましたので、ここは非常に大きいかなと思います。続きまして日本ハム横尾選手ですね。はい、この横尾選手は2018シリーズ2以来の登場になっておりまして、まあ、1年ぶりの登場というところです。でただ全体の能力に関してはその去年のシリーズ2よりねマイナス8落ちてしまっている形になってます。あとはサードの守備適性もね、まあ、C から D に下がってしまっているというところは、ちょっと能力的にはね、まあ、前の方が良かったななんていう風に思う方も多いと思うんですけれども、まあ、1年ぶりとなるとねやっぱりこのスピリッツ差非常に大きいので、まあ、継承がマストかなというところです。続きましてオリックス大城選手ですね。はい、この大城選手はパワーがマイナス2のダウンで総力がプラス2のアップという形になっております。まあ、セレクションなんかでも登場しましたけれどもね、シリーズ2もしっかり登場しました。あとは適性的にはこんな感じでございまして、セカンドもですね B 適性あります。そして72というところでは、今回メインになってるショートよりもセカンドの方がね適性的には高い形になってます。まあ、あとは限界突破3回4回で内野外野ともにできるというところで非常にね、使いやすいユーティリティプレイヤーかなというふうに思います。続きましてロッテ清田選手でございます。はい、このロッテ清田選手に関してはシリーズ1以来18シリーズ1ですね、1年半ぶりぐらいと言っていいのかなという形になってるかなと思います。非常に久々ですね。でまあこの清田選手もその2018の能力に比べるとちょっと落ちちゃってて、ミートマイナス2のダウン、あとは守備査定に関してもね、一部ダウンがあるかなというところです。ただもうここも同じくですね本当に久々の登場なので欲しい方たくさんいると思いますし、まあ継承に関してもねマストかなというところです。続きまして楽天渡辺選手ですね。この渡辺選手は通常の S ランク今回初登場になりました。まあ能力的にはねやっぱ初登場の選手ってどうしても低くなりがちなんですが、まあまずまずといったところかなと思います。でただサブポジに関しては非常に豊富で、それぞれ限界突破4回でセカンドショートサードレフトの4ポジションもできるよという形になってます。まあこの渡辺選手もねまだまだこれからの選手だと思います。まだ21歳の選手なので、ここからの活躍にも期待かなというところです。続きまして広島長野選手ですね。はい、この長野選手は全体的な能力シリーズ1から比べて下がりました。下がったんですけれども、ミートとパワー総力全て70の全動値になりました。野手で全動値がデフォルトの選手って今そんなに多くはないはずなので、まあ、非常に貴重だなというところです。ミート型でオーダーを組んでる方もパワー型でオーダーで組んでる方も総力型でオーダーを組んでる方も、はたまた同値でね、同時足でコンボ組んでる方も非常に大きな存在かなと思います。あとは特殊能力が一部変更ありました。超広角、粘り打ち、満塁男、この3つになってます。続きましてヤクルト廣岡選手ですね。この廣岡選手は2018シリーズ1以来の S ランクの登場になってます。なのでここもね、京都選手同様に非常に久々の S ランク登場になっているかなと思うんですけれども、実はですねこの廣岡選手ショートよりもサードの方が適性が高いんですよね。サードに関しては限界突破3回で、
ファーストも限界突破4回でサブポジとしていけるという形になってます。その役は非常にいいかなというところです。続きまして巨人ゲレーロ選手ですね。はい、このゲレーロ選手はミートとパワーがそれぞれダウンになりました。マイナス3マイナス1というねダウン査定だったんですけれども、まああとやっぱり気になるところとしては残留するのかどうか、というところはねシュレット問題とかにも絡んでくるので、まあ、気になる方多いと思うんですけれども、ゲレーロ選手に関しては結構残留が濃厚っぽいですね。まあ、そんな記事は一応出てたので、今回お話をして入れさせてもらいます。あとは代打持ちですね。特殊能力で代打を変更で持ちましたので、これは非常に大きいかなと思います。ベンチ枠にね巨人純正の方とかも使いたい選手になるんじゃないかなと思います。続きまして DeNA 梶谷選手ですね。はい、この梶谷選手も全体の能力がねシリーズ1から比べるとマイナス11ということで結構落ちちゃったかなというところです。あとサブポジの部分もですね適性が、それぞれセンターレフト落ちちゃったので、まあ、そこちょっと辛いなというところではあるんですけれども、まあまあ DeNA 純正を考えていった時にはですね、まあ、必要不可欠な選手になるかなと思います。もちろんコンボバランス的にね総力型が外れるっていう可能性もなくはないんですけれども、ただまあ DeNA 純正に関しては総力型でオーダーを組んでる方もね非常に多いのかなというふうには思うので、まあ個人的にもですねここは絶対確保しておきたい選手の一人です。続きまして中日福田選手ですね。はい、この福田選手はミートとパワーがそれぞれアップしました。プラス2プラス3ということで70-77というね能力になりました。というところで77に乗ったのでパワー A がですね称号で狙える形になりました。これ非常に大きいですね。かつてねアニバーサリーでこの福田選手が登場していた年もあったと思うんですけれども、まあその時とかもねパワー A 狙えていたので、まあその能力に非常に戻ってきたというところでは嬉しいなというふうに思ってます。あとは、適性がですねメインが今まではサードの適性が多かったんですけれども、今回のシリーズ2はレフトのねメイン適性に変わってます。ただ適性的にはサードとファーストの方が高いっていう感じですね。続きまして阪神北条選手でございます。はい、この北条選手は、まあ、ミートの能力がですねシリーズ1から比べて落ちちゃったんですけれども、ただ落ちたことによってミートと走力の同値というね能力に変わりました。あとはちょっと全体的に守備適性がね落ちてしまってるところは辛いところではあるんですけれども、まあまあ純正的には、コンボバランスとかいろいろ考えた時にはこのミート走力同値っていうのは非常に大きいんじゃないかなと、まあ、ちょっと阪神純正に関してはね個人的にもあんまりコンボバランス的に詳しくはないんですが、まあまあ選択肢としてはね非常にいいのかなというふうに思ってます。はい、というわけでございまして以上ですね野手12名について能力解説やっていったんですけれども、今回の狙い的にはもう DeNA 梶谷選手1点狙いでいこうかなと思ってます。まあ、シリーズ1もねこの梶谷選手は手に入れているんですが、まあやっぱりねシリーズ2しっかり手に入れたいなというところです。はい、というわけでございまして、もう早速ガチャの方回していきましょう。今回回していくのは戦力強化スカウト30連ですね。まあ割かし最近この戦力強化スカウトは多分ピンポイントで狙い撃ちができてるイメージがある。ただでもまあ言ってもあれか、60連目とかでサプライズ小林選手を引いてあれが最後かな。さあということで戦力強化スカウトいきましょう。さあ10連目、まあちょっとワールドスターのね最初の60連でかなり S ランク出したので、まあここでの 2.5% はなかなか外しそうな気がしているところであります。正直もう30連目の、部分で梶谷選手が取れればもうオール OK です、今回に関しては。さあ10連目、一発目は松井裕樹選手でした。 OK、 まあまあまあ10連目はこんなもんでしょう。さあということで20連目でございます。でまあちょっとこの動画梶谷選手がねメインみたいな感じなのでお話をねちょうどしようと思うんですけど、筒香選手がですね、まあ、DeNA 海外移籍がほぼ決まりそうみたいな、まあまあポスティングするっていうことはね確定になったわけですけれども、じゃあ来シーズンキャプテンどうするのかっていうところで記事にですね、おーいマジか、記事にですねこの筒香選手のその後の後継者、キャプテンとしての後継者的にはですね梶谷選手と宮崎選手と柴田選手の3選手がですね、まあ、名前挙がってました。まあ、僕が目にしたのはその3人という感じだったんですけれども、まあ個人的にはねこの3人であれば、まあまあ個人的にはいろんな時代を知っている梶谷選手がですね、まあ割かし適任なんじゃないかなとか思っている部分ではあるんですが、果たしてどうなるかなというところですね。ただね宮崎選手と柴田選手に関してもね、あのクライマックスシリーズのファーストの最後ね負けた後ちょっと泣いてるように見えたんですよね。なんでそこが非常に印象的だったので、まあ果たして誰になるか非常に興味深いなというところです。はい、ということでございましてラスト30連目いきましょう。 S ランク新選手取り確定、ここで梶谷さん引きたいな、お願いします。まあ今回は梶谷さんが出ても出なくても戦力強化スカウトに関してはねもうこのタイミングなんでここで終わりたいと思います。さあ頼む、しっかり30連でたまには狙いを打ち抜きたい。ワールドスターガチャ60連はまあまあな結果でした。ただここからねまた追加ガチャ回ししていくためにもここで流れをいい流れに持っていきたい。おお、 OK、 鈴木選手初めて当たりました、ありがとうございます。さあ、まあ S ランクは1枚かな、789ということで S ランクは1枚でした。さあ頼む、 30% 引かせてくれ。ワールドスターの 30% は惨敗でした。ここの 30% はマジで行きたい。
お願いします。よいしょ。うわー、外していく。 30% 引けねー。廣岡選手ありがとうございます。はい、ということでございまして、まあなかなかね、ちょっとワールドスターの流れを良くしようとしたところだったんですけれども、まあそんなにうまくはいかなかったということで、まあ逆に言えば運を使わなかったということで、まあちょっと後日ですね、またこのワールドスターガチャに関しては回していきたいと思います。おそらく明日ね、ポジションの追加がまたありそうなので、明日はそのポジションの追加の動画が出るかなと思うので、またちょっと一日空いちゃうかなという感じではあるんですが、ワールドスターガチャに関してはね、まあ、また大谷選手狙って回していきたいと思いますので、まずいね、その動画も楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけでございまして、今回は先日から追加になっておりましたSランク野手についてのね、動画を撮っていったんですけども、いかがだったでしょうか。まあさっきも言いましたけども、おそらく明日は追加があると思うんですが、さすがに抑えが来そうな気がする、さすがに投手陣の誰かが来そうな気がするなというふうには思っておりますが、果たしてどうなるでしょうかというところです。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。